シェファードフラット風力発電所はアメリカ合衆国オレゴン州の風力発電所。オレゴン州東部もロー軍とギリアム軍にまたがって存在する。導入する発電量で845メガワットとしており、世界でも最大級の発電所の一つである。周期政党局によって2008年に承認され、2009年に着工した発電所はケースネスエナジーが設置し、 ゼネラルエレクトリック製2.5メガワット風力発電機が利用され、サザンカリフォルニアエジソン社に電力を供給する計画である。オレゴン州に毎年1600万ドルの経済効果を与えると見積もられている。2012年9月に公式解所した。発電所はオレゴン州東部のモロー軍とギリアム軍にまたがって存在しており、多くはギリアム軍に建てられている。 オレゴン州は開発者を援助するため施設用地に税制上の優遇措置を与えているが、計画では運営によってギリアム軍に500万ドルの税や手数料収入が得られることが期待されている。発電所は完全に私有地で、おおよそオレゴンアーリントンの南東 8km、オレゴン州道19号線と74号線の間にある。 建設計画では 140km の送電線と発電所内の78平方 km の施設内での道路の建設などがあり、400人の雇用を発生させることが期待されている。この事業の計画は2002年に初めて構想され、105メガワットの計画であったが、2004年により大規模な計画に変更された。その後事業計画は2006年2週に提出され、 2008年に第一後期の発電設備が送電を開始することを計画していた。初期の計画では303機の風力発電機で最大909メガワットを発電するとしており、これは当時オレゴン州で発電されていた風力由来の電力の2倍の発電量であった。発電所はいくつかの区画に分かれており、2つの大区画の間には、 ウィロークリーク風力発電所が存在する。2008年に周期生当局に承認され、2009年に寄港した。現在の事業構想では GE Wind Energy が製造し、それぞれ最大2.5メガワットの発電量を持つ338機の GE2.5XL 型風力発電機を設置する予定で、この発電機の導入はアメリカ発となる。 これらの発電機と10年の保守点検契約の費用は合計で14億ドルで20億ドルの計画の見積もりで最大の経費となっている。2010年12月、アメリカ合衆国エネルギー以上は計画に130万ドルの融資保証を提供した。融資保証の保険料は連邦政府景気刺激資金から融資制度パートナーシッププログラムを通して支払われる。 最大の発電量は845メガワットとされ、見積もりで毎年20億キロワットアワーを生産し、一般家庭23万5千戸個に十分な電力を供給できるとされる。運用開始後は、施設はおおよそ35人の正社員を雇うこととなる。発電所はオレゴン州にとって毎年1600万ドルの経済効果を持つと見積もっている。2011年4月、 Google は GE が発表した伊藤中商事の子会社、住友商事などを投資家とする5億ドルの投資パッケージの一部として、この計画に1億ドルを投資したと発表した。住友商事は、この共同出資額の5億ドルのうち2億ドルを出資したとしている。施設は2012年9月22日に公式に解消した。計画には納税者監視団体やいくつかの ブログによって提起された懸念が存在する。彼らはこの地域の大規模な私有牧場の所有者が、すでに数十年にわたり、年数一千万ドルの連邦政府の助成金に、加えさらに風力産業への納税者補助の恩恵を、受けていると同時に土地を貸し出すことで、発電機一台あたり最大で、年一万二千ドルの地権料を受け取っている、と指摘している。部分的に、 政府助成された風力計画によって恩恵を受けるあるいはすでに受けているいくらかの地元の農場主は2008年の1年間の農業助成で100万ドル近くを受け取っていると発表された。ありがとうございます。